今回はファンも多かったにもかかわらず打ち切りのように終わってしまった漫画、M0を解説していこうと思うぜ。今でも打ち切りが惜しい漫画とは？って話題になると出てくる作品よね。ああ、少年誌のツボを抑えた魅力的な漫画だったと言えるだろう。10巻続いたものの、最後は、急に終わり？と思うような終わり方だったため、今回はそのあたりも含めて考察していけたらと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。M0 は2006年から2008年まで少年ジャンプで連載された、加納康弘先生による SF 学園ラブコメディアクション漫画だ。話数は99話、単行本は全10巻出ているぞ。ちなみに初期構想のタイトルは、魔法学園 Z だったそうだ。そことなく溢れる1900年代巻のタイトル。M0 でよかったわ。この作者って確か、プリティーフェイスを書いていた先生だよね。ああ。加納先生は1992年にジャンプ増刊で、ブラックシティの読み切りでデビュー。その後9作の読み切りを経て、2002年にプリティフェイスで連載デビューしたんだ。プリティフェイスも面白かったんだけど、6巻で終わっちゃったんだよね。だな。とはいえその頃からファンも多く、M0 の連載時も期待が大きかった。M0 が終わってからもコンスタントに読み切りや連載を書き続けていて、どれも歴史的大ヒットとはいかないものの、ファンからは安定感のある人気を博している。ちなみにラブコメの印象が強い加納先生だが、読み切りでは、スノーインザダークのような、シリアスで暗めな作品も作っていて、先生曰く、基本的に暗い話を書くのが好きなようだ、と意外にも述べているんだぜ。ほえ？可愛い女の子で学園ラブコメ書くのが好きな先生だとばっかり思っていたわ。むしろ先生はトラブル的な描写はあまり好きでないっぽいぞ。プリティフェイスではお色気描写も多かったんだが、それ以降では、自分がやる H ネタの作品は人気が出ない、とむしろ控えているそうだぜ。女の子可愛いから需要はありそうだけどね。じゃあ次は M0 のあらすじを簡単に振り返っていこうか。よろしくお願いします。私立聖なぎ高校へ受験したクズみたいがは、面接官の、魔法を使えたら何がしたい？に対し、世界征服、と答えたことをヒイラギ愛花に笑われてしまい、受験失敗に終わってしまう。一目惚れしたヒイラギに会うために聖なぎ高校に侵入しようとするクズミだが、騒いでいるところを先生であるヒイラギの父親に見つかってしまうんだ。ヒイラギ父に無理やり校内へ引きずり込まれたクズミは、この学校の秘密である、魔法、を知ってしまう。実は聖なぎ高校は、魔法研究機関の高校であり、マジックプレートと呼ばれるアイテムを使うことで、敷地内では施設があれば誰でも魔法を習得することができるんだ。秘密を知ったクズミは記憶を消されてしまう起きて、それは同時に原因となったヒイラギ父も同じだった。愛花を忘れたくないクズミと、教師を辞めたくないヒイラギ父。二人の利害が一致し、学校でも数人しかいないゴールドランクの魔法使いのふりをしながら、クズミは魔法を消すことしかできない M0 を使い、秘密を抱えたまま本当のゴールドランクを目指す。果たしてクズミは秘密がバレずに卒業することができるのか？っていうのが大まかな序盤のあらすじだな。懐かしい。私この漫画楽しみだったから最終回になった時すっごく喪失感あったわ。じゃあ次はこの漫画の魅力を3つに絞って紹介していくぜ。ワクワク。魅力その1は、バレたら終わりな秘密を守りきれ、だな。これはジャンプで連載している加納先生のほとんどの作品に共通して存在する要素なんだが、主人公が、これバレたら物語即終了、レベルの秘密をいかに守り抜くか、っていうドキドキを物語の根幹をなす要素として加えているんだ。確かに加納先生のジャンプ漫画はほとんどがそうよね。プリティフェイスは、姉と整形で入れ替わった実は男、って呼ばれたら即逮捕レベルの主人公だし、鏡の国のハリス側も、鏡の中に閉じ込められたって秘密を、ヒロインと共有してるし、キスデスはターゲットが美少女なのに、女アレルギーっていうのがバレたら即死亡だし、キルルキルミーも裏工作してるのが、主人公っていうのがバレたらおじゃんだもんね。ああ。ここが加納先生の真骨頂と言えるだろう。M0 も多分に漏れず、クズミがゴールドプレートのふりをした無能力者とバレると即終わりだ。読者としてはこのわかりやすいミッションに安心してドキドキすることができるぞ。確かに海外ドラマみたいな、やばい隠れろ。風は危なかった、みたいなのが作りやすいよね。ああ。
特に少年読者にはわかりやすさっていうのがすごく大事になってくるから、連載初期からこの大枠があるとわかりやすくメリハリが効いて読みやすい。重なるピンチに M0 しかないクズミがどうやって攻略するかっていう引きだけでも、自習が気になる構図をつけられて読者を引っ張っていきやすいと思うぞ。なるほどね。魅力その2は少年漫画で超重要な要素、女の子が可愛い、だ。これは外せない。女の子が可愛いから見るってそうも確実に存在するものね。ああ、特にラブコメでは大事な要素だぜ。加納先生の書く女の子は、なんというか全員可愛くて性格がいい。純正統派ヒロインのヒイラギは黒髪清楚で、親父ギャグ好きの性格めちゃいい子だし、ライバルポジションの美月も物語を追うにつれどんどん魅力的になってきた。くずみの姉ちゃんも、大人なのに132センチロリ枠で最強キャラっていう、その層に響く属性を備えてたし、マスコットキャラ、現世ヒロイン枠のルーシーも、くずみを思う気持ちで溢れてて人気があった。私はルーシーちゃんが一番好きだったな。ハーレム系ってわけじゃないんだが、どの女の子もそれぞれの魅力があるのがいいよな。魅力その3は、少年史的王道の要素をバランスよく練り込まれた設定、だ。少年史の王道要素って何が思い浮かぶ？なんとなくだけど、SF ファンタジー、能力バトル、主人公の成長、可愛い女の子とのラブコメディ、ちょっとお色気要素、冒険、友情努力勝利、あとはドタバタラブとかかな？なんとこの漫画には、すべての要素が詰まっています。これはてんこ盛り。これは初期世界観から本当に強くて、大体どのジャンルも展開できる自由さがある。逆に言うと選択肢が多い分、一度迷走すると沼にはまってしまうリスクもあるが、メリハリもつけられるし、人気に合わせて新しいことを試せる余地もあるから強いと思うせ。確かに大体どんな展開でも、こういう魔法です、で済ませれるものね。実際99話で終わったこの漫画も、1話完結の学園ラブコメ編もあれば、対抗戦みたいな対戦バトル要素もあったり、クズミ主要パワーアップ編なんかもある。そういういろんな展開の中で、友情努力勝利を外さないのは、加納先生のすごいところだな。控えてるとはいえちょくちょくお色気要素も入れてくれてるしな。読者にも優しい加納先生。しかしそんな M0 も結構人気があったにもかかわらず、クズミの転校という形で唐突に終わりを迎えてしまった。個人的には割と性急な感じを受け、あれ？終わったぁ？って感じだった。ヒイラギの願いのために頑張ってたんだし、せめて卒業まで書いてほしかったぜ。この辺正直消化不良よね。でも人気がありそうなのになんで唐突に終わってしまったのかしら？今でも打ち切りが悔やまれる作品に名を挙げるくらいなのに。じゃあそのあたりの疑問を3つの仮説で考察していくぜ。よろしくお願いします。打ち切り仮説その1は、単純にアンケート悪くなってきた説、だ。物語の根幹をなす、バレたら終わり、の要素だが、安定感の代わりにワンパターンになりがちだ。いろんな展開から出せるとはいえ、同じようなパターンだと飽きてくるかもしれない。確かにピンチからバレずに切り抜けって、何回もやってるとご都合主義にも見えちゃうしね。加えて主人公の能力が能力無効化系だから、どうしても派手な逆転劇が書きづらく地味になる。画面を派手にするには敵の魔法をダイナミックにする必要があるが、それも最後は無効化されるわけだから尻すぼみといえば尻すぼみだよな。確かに。加えてレビューではクズミが魔法を使えないっていう根幹の設定を変えて、ほぼ魔法に近いルーシーやホッチャーを使い出したくらいから読まなくなったって人もいた。縛りプレイを楽しんでた人が最初のルールを破ったから見なくなったイメージなのかしらね。ルーシー推しの私としては彼女が活躍してからが本番なんだが、そんな感じでだんだんとアンケートを取れなくなってきたっていうのが仮説1だ。打ち切り仮説その2は、作者限界でギブアップ説。これは結構有力な説で、もともと加納先生は自身を、仕事の遅い僕としては週刊連載というのはほとんど不可能に近い、と言っているんだ。え、そうなんだ。ああ、先生はどうもジャンプ随一と言っていいほどの気質で有名で、年一回ペースで読み切り書くのがちょうどいいってレベルらしい。プリティフェイスの連載時でも週刊連載のペースに苦しんだらしく、今作の M0 でもそれは同様だったそうだ。加えて自身は暗いシリアスが好きなのに、学園ラブコメファンタジーを書いたり、人気のために編集部からお色気シーンを要求されるなどで、気分的にもアゲアゲとはいかなかったのかもしれない。書きたいものをそのまま書けないのは商業雑誌の辛いところよね。
実際 M0 を見てると背景含めて読者は見てないだろってところまで、めちゃめちゃ細かく書かれている。アシスタントいるにしてもかなりの労力だぜ。この辺は作者のこだわりなのかもしれないね。あと最終回後の後書きで先生は、6巻の時に用意してた最終回エピソードを使っていたそうだ。だからもともとそんなに長期連載にしたいって意識はなかったのかもしれないな。なるほどねー。そんな感じで原稿を間に合わすのが辛くなっていき、自分からギブアップしたのが仮説その2だな。真偽はわからなかったが、ネット情報だとこの説がかなり有力そうだったぜ。読み切りだと納得できる出来で発表できるけど週刊連載だとなかなか難しいよね。ちなみにこの連載後に地質を改善するため、デジタルや 3DCG も取り入れるようになったが、作画の快感が創作活動のエネルギーの一部だったため、鏡の国のハリス側で完全デジタル作画化したことを少々後悔しているとコメントしている。手書きで納得いく絵を描くのが快感で漫画家になったならそこは大事にしてほしいところよね。打ち切り仮説その3はその1と被るんだが、ライバル強かった説だ。これが M0 最終話の5週前の連載陣だ。正直この時期のジャンプはライバルがかなり強いね。ああ、この中で M0 が負けてるとは私は思わないものの、アンケートで上位を取り続けられるかって言われると結構厳しいんじゃないかと思う。確かに、この中でも、サイレン、とか、初恋限定、とか終わっちゃったけど面白かった漫画もあるもんね。なぜか私立ポセイドン学園だけ全く記憶にないけど、私もその漫画だけは全く記憶にない。読んでた人いたらコメントで教えてくれ。そんな感じでライバルが強い中アンケートで上位を難しくなっていた状況で、作者も限界を迎えてギブアップしてしまったっていうのが現実的だと私は予想するぜ。ジャンプラのキルルも休止してるし、加納先生は書き溜めてから短期連載で、細かく作品を発表していく方が合ってるのかもしれないね。少なくとも地質の発言的には週刊連載はきつそうではあるよな。私的には週刊にこだわらなくても面白い作品を作ってくれる先生が増えたら、十分嬉しいんだけどな。今はジャンプ以外にも漫画が連載できるプラットフォームが多くなったのはいいことだよね。じゃあ今回はここまで。またこの漫画の思い出や感想があれば、気軽にコメント欄に残していってくれよな。みんなの思い出を共有できる場になれば嬉しいわ。30代のオープ主が好きだった漫画を紹介してるから、他の過去動画もぜひ見ていってくれよな。それじゃあご視聴、ありがとうございました。